場所では不利だ。このままでは。 そこだぜ。 Come on.
前は俺が倒す。あなた程度の腕でですか。甘いですか。甘いかどうか確かめてみろ。お嬢さん、お下がりなさい。いや、ムティカパだけを狙う、それしかないようですね。
度言います。降伏する気はありませんか？すまないか。そういうわけにもいかない。でしょう。クロ、すみませんが、あとは任せました。勝負あったな。そのようですね。あいつら。貴様、逃げる気か？はい。今日のところはこれで失礼します。ですがその前に一つ。二つだけ聞かせてください。あなたは自分のしていることが正しいと信じていますか？当たり前だ。義は俺たちにある。兄者、もしディネボクシリというものがあるのなら、私はそこに落ちるだろうな。それが答えですか？もう一つは、あなたの名を。白オロ。その名覚えておきましょう。ではいずれまた戦場で。せじゃあな、ちゃんと飯食えよ。うまく言えないが、奴らがやったにしては様子がおかしくなかったか。それに先ほどの戦い、手加減されていた。手加減されていた。そうだ。他の奴らはともかく、あのベナビーという男、本気であればあんなものではない。だったらなぜあんな嘘を。わからん。何にせよこれで戦局が大きく変わる。戦局が変わる？このことで関係ないと強姦を決め込んでいた連中も向こうから合流してくることになる。明日は我が身なのだから。これで私たちに勝機が見えてきた。あんちゃん、人の命を駒のように操り、この惨事ですら駆け引きの道具にする。おぼろ、こんなことを考えている男が正しいと胸を張れるか。
兄ちゃん。あの男の言った通り、反乱など起こさなければこんなことにはならなかった。そしてアルルンを戦に巻き込んでしまった。何を言ってる。アニジャがそんなことで、アニジャを信じてついてくる奴らに示しがつくとでも思っているのか。たとえ嘘でも、アニジャは分かっている。こんな愚痴はこれで最後だ。だからこそ最後に聞いてほしかった。アクオロさん、お父さん、帰ろう。ああ、うん、肩車。うん、おっと、ほら、アルル。よっ、ほら、お前まで乗っかるな。アニジャが正しいとか正しくないとかどうだっていい。俺はアニジャについていく。どこまでもだ。そうだな。はい。そういうこっただろ、エルル。はい。すまない。さあ帰ろうぜ。みんなが待ってる。